お前すごいな、そういうとこな。俺はやっぱ下手リズムあるな。ラジオっての皆さん、こんにちは。こんにちは。社協決算の社協の話、はい、司会進行の、うん、コッペさん、コッペパンと。ちょっと待って、一番素人だなって思うなところがさ、うん、自分で言ったので笑うやつってもう、うん、ダサいじゃん。コペパンじゃないのよ。一番ダサいし、なんかわかんない、テレなのかさ、なんかわかんないよさ。結局コペパン。コペパン。一番ダサいんだろ、だから。ジャニー自分で。シャムシェード。あら。ちょっと集中して。ちょっと。ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。はい。はいじゃねえよ。はい。ないですよ。こんにちはだろ。あ、こんにちは。5年ぶりなの？こんにちは。あと2週ぶりね。疲労か。いやいや、2週ぶりです。社協オーケストラの社協の話、はい、司会進行の、はい、と、アシスタントの、あ、やめよう。もうさ、もうさ、始まるこれさ、もうさ、納得いくまで終わらないんだからって、終わらないんだから、もう終わらんのよ。一生は、そう。ね、うん、大変だよな。大変だよ、うん。大変よ。スイカ買ってきた。ありがとうございます。夏らしく。いいですね。こんな種あんのスイカって。こんなもんじゃない？え、ちょっと気持ち悪くない？最近のスイカは皮薄くね？こんなもん？ね、東横ピッツでやってくれ。薄くね。いや、多分これ小玉スイカでしょ。うん。こんな薄いのかな？じゃあ。うん。まあ、夏らしくていいじゃないですか。そうだ。うん。なんかお前だって週末いろいろ行ってたんだろ。まあ、実家に帰ったり。ちょっとこんなもんよ。うん。本当に。これも使うけど。あれでいいや。ちょっと社協オーケストラの。ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。社協オーケストラの社協の話、はい、司会進行の社協オーケストラとアシスタントの星桃央です。もみもみ、社協オーケストラ社協の話は毎週土曜日午前1時に YouTube で配信中です。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。番組のお二人が社協オーケストラの Twitter、またはアシスタント星桃央の Twitter の DM までお送りください。メールのお二人は前でもそんな感じで前でスイカリングスやってるやつついてお前さ、誰がこんな小口で来てくれるんじゃん。子供がいるんだからまた社協の話は番組のスポンサーになってくれることを募集しています。企業法人問いません。1エピソードのスポンサーもお気軽にお問い合わせください。すべての詳細は動画説明欄をご覧ください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあまあまあ、うん、すごいな。いいんですよ、何だけど。いや、それはほら、いや、子供は聞きたい。前田さんのやつかなと思うんですよ。
マイナスブリングスボルグハイム、ボルグハイムとかそっちの方かなって思うよ。普通はさ、そんなもんさ、そっちで思う方がおかしいよ。子供どっちも思わん。どっちも同じくらい。リスロシアの方か、どっちの方か。もともと兵頭いたな、懐かしいなとかじゃないんだよ。それ、私も。何も、問いわかるのよ、ここで。言ったかね。ちょっと、卵を置いてある。あ、ほう。だから、もう、うちは、ポッケだわ、最近ずっと。お前、やっぱそういうのはさ、やっぱ YouTuber としてやってたわけ。鳥を育てる、ユーチューバーで最終的に野良猫に食われる。野良猫に食われる。でも気をつけた方がいい。マジで野良猫っぽいね。大好物ね、猫がいるし。あ、いるんだ。お前最悪だぞ、でも子供が一番言えない。だから、それこそね、害獣対策の小屋を、まあ最近はもう撮れましたよ、ね、動画上げてた。うん、うるさいな。うるさい。あれもしようと思う。閉店。もう閉店で流し続けるそういうライブ。あ、ライブにしようと思う。ライブにしようと思ってる。俺に決めないかな。俺のでたたくるやつに。別にいいけど、それで良ければいい。いらんでやる。どうしな。人の家の鳥を取るっていう。俺の社長ゲストの公式アカウントで。みんなびっくりするで。いや、稼ぎたいから。視聴時間。ちょこっとでもね。そう。と、昨日は、メダカを取りに行ったね。ザリガニ釣りに行った。ザリガニがいなくて。ザリガニが取ったらお前ちゃんと駆逐しようよ。はい、大丈夫。食え。あれ、3日、4日ぐらい、毎日のね。はいはいはい。そんな YouTuber みたいなことがしたいわけじゃない。でもほら、取ってさ、まあ、いろんな違うところに流したら、それこそ、あれだよ、しないけどね、その、買いたいなって、あれだろ、パンって、あの、さばきつけてやる。全部かわいそう。で、それを喜ぶ子供に育った。いやいや、もっとね、かわいいねって言って。まあ、だから、子供がね、夏休みだから、結局、子供に会うとしてたら、なんで俺を入れてくれるの生態で来るうちの外来種が。あれやけど、こそポン。大変だよ。ポンと出てる。俺が、ここがいい。後ろで。結構パンチ強めの外来種。そうだよ。大変だよ。だからね、ちょっと、はい、入れないけど、まあまあいいんだよ、うん、でも、よう、暑いの頑張るな、お前もな。いや、そうよ。もう、だって、きついもん。37度とか、うん。何してるの、福岡で。福岡かどうかも分かんないよ。佐賀には行ってたもんね。それはそうだよ、あんまりほら。拠点をこう明らかに しないでるわ。じゃあなんでここいるんだ。見てる人も誰も分かるじゃん。これが余計にいつも撮ってんのか。まあまあ、ね。7月の終わりに全部撮ってるのかもしれない。うん、そうね。そうだよ。うん、この前のね。うんうんうん。まあ8月9日ですけど。ちゃんと。あ、8日か。8日だね。うんもうもう。俺もだって、うん、気づいたらよ。うん。1ヶ月ぐらいギター触ってないもんね。あ、そうなのね。うん、へぇ、何してんの？でも、何してんのって言われたら今見てごらん。うん、これ。何もしてない。ずっとこれ。何もしてない。お酒はお酒も、飲みます。ダメじゃん。昨日飲んだ。昨日504本。飲んでんじゃん。なんか、暑いんだもん。先々週ぐらい。飲まなきゃ飲まなくて全然いいな。飲まなきゃ飲まなくて。でもじゃあ暑いから。暑いから。だったら日本は半年暑いからさ。だから暑くなきゃ飲まないよ、俺は。うん。そりゃそうよ、うん。まあでも、暑いから飲むってなると、年間の半分は飲むことになっちゃうもんね。なんだお前。すごいお前。なんだお前。
脳トレの人間かよ。賢いな。バカ二人が。なんだもん、年間の半分は飲む。お前、脳トレの人間か。ありがとうございます。バカだね。バカ。もうこうやったら終わりだから。これダメでしょ。それダメでしょ。それダメよ。一応親が、親が、あの子供が降りてる。見せられない。ダメよ、本当に。こう向きスイカは。ダメ。こう向きスイカってなんだよ。こう向きスイカはね。お前やめろよ、本当に。ねえ。そうか。うん、いや、もう1ヶ月ギター触ってない。ああ、そうなのね。だからどうってこともないってさ、うん、逆に言うで、ミュージシャンでも何でもねえから。うんうんうん。お前だけどね。でもね、うん。本当に。やることないから、うん、あの今いいよね。あ、こういうことやろう、やれようかな、やりたいな、こういうことやろうかなってただ思ってる時間が。ああ、でもアイディアはなん、いや、アイディアまでじゃない。でもない。なんかあ、ふわっとしたね。だからドラえもんで言うとこの、うん、どこでもドア欲しいなまで言ってない。なんかふわっと欲しい。なんかが欲しい。なんかどう。そこまで見て。どこまでドアまで行ったらまだクリエイティブじゃん。はいはい。そう。そこまで行くね。うん。あ、なんかこうしたいな。こうしたいは具体的には分かんない。だから何も飲みながら。じゃあもう飲むまでよ。うん。だいたいほら夕方からじゃん、飲むの。はいはい。うんうん。それまでの間。うん。あ、こうしたいな。明日になる。いっぱいね。ふわっとしてないいっぱい。そうそうそう。ただ取り済まされたのものは全然。生産性ゼロ。一応ノート開けてみて。うん。何もしてないのと一緒。でも明日になる。具体的になった途端もこう。詰めていくのは嫌だからね。そう、うん。妄想ぐらいがちょうど楽しくて。なんかさ、こういう人って本当になんかだらしないというかさ。うん、良くないなと思うのがさ、うん、それまでよ、例えば TVer だなんだ見てる時とか、うんうん、ね、うん、まだ何とも思ってないからさ、うん、よし、じゃあ何か作るかって開けた瞬間、うん、首痛いとか勝手に思い始める、ね、腰、いや、腰痛いな、あれ首痛いな、トイレ、首、あれなんだろう ね、その癖さ、なんかライブやってる時とか思わない、うん、あるある、そう、いやだね、うん、ずっとだから大人になったら変わるのかなと思ってたの。むしろ、むしろ痛みが増してるの。リアルだ。そうだよ。いや、よくないよ、まあ、うん、ただ正直言うと、ちょっとあの具体的にはスケジュールが立ってないっていうのもあるから、うん、そうなるとやらないよね、人ってだらしい。あ、まあね、さ、締めて天才とかさ、才能ある人っていうのはさ、うんうん、漫画家とかでもさ、はい、あのそういうのがなくても書くんだから。あ、はいはいはい、好きで、はいはい、好きだから、ね、音楽の人は好きで、うん、ないもんね、ないね、もう本当にもう一回な、もう一回ビバン見ようかなと無駄一回見たやつをあ、もう一回見ようかな、だから え、どういうこと、なんで途中で俺がビバンだの、生産性もないし、インプットしてもないあれさ、あれ一話から見ないの俺よくわかんないぞって、もう主婦じゃん、あで、一話から見るよ、一話からこう携帯見ながら見てんだよ。見てんね。本当にくだらないよね。マジくだらない。まあ、そうなるよね。そうしたうちに1週間が過ぎてるもんな。で、死ぬの。うん、そう。そうなの。まあ、それでいいんだけどね。まあ、その時が楽しければね。うん、そんなもんでしょ。俺なんつうのはさ、俺らってのは全員ね。うん、うん、あの、はいはい。俺らなんつうのは何者でもいいんだから。うん、うん、別に。そうだね。ただの犬畜生と一緒だよ。うん、お前みたいなのがさ、命畜生が命畜生を産んでよ、頑張ってる人がいると思うよ、命畜生がやめろよ、お前どんとこの子供をそういう風に言うんじゃないな、頑張ってるんだから夏休み、いやだからね、夏休みの宿題が大量にあるんだよ。え、でも終わったっすよ。嘘か、まだあると思う。あ、真ん中の子は終わったけど、一番上は終わってないと思う。だからさ、あの真ん中のやつがさ、今日俺先に来たから、はい、だからもう地獄みたいな顔してたよ。あの要はもう本当にやることないんじゃない。もうあれや、夏休みってさ、最初の1週間だけ楽しいじゃん。そうだね。もう
ずっとなんか無駄な YouTube2 人で見てた。ああ、もうだからずっとそうよ。俺と一緒。そんなこいつらも一緒。だからね、そのザリガニに連れて行ったりとか。そうだよ。無理やり事柄作ってんだろ。そうそうそう。大変。なでもその宿題とかをね、してる姿見るとね、やらなきゃなとは思うよね。頑張ってんだから。彼らの宿題する姿見たらいい。なんか具体的になんか出さないといけないそうなの？うん。いや、まあだから、あるよ。ああしたいな、こうしたいな。ほら。無限にあるから。まあでもあと、もう、こんなの気づいたら、あと1ヶ月後ぐらいに気温も安定してくるだろう。そうね。ちょっと今ね、外に本当に出れないからね。そうよ。うん。そうよって、お前、本当にお前は直してんだろって思ってんだろうね。だって、言ってねえじゃん。じゃあ、どうして。そうね。あ、ここは、コシモモのスタジオじゃん。はいはい。とか家じゃん。はいはい。別に俺ここにいるわけじゃないもんね。あ、違う違う違う。そうそうそう。そうだよ。また別、なんか別の。ここに住んでると思ってるかもしれないね。あ、まあ、撮るときいつもここだからね。ここは違います。お誰には来られない。みんな、こんな外来種、うちに入ってこられたら。誰がパラサイト半地下の住人だよ。生態系崩れちゃうんだから。本当だよ。あ、でもね、一応ね。うん、8月が、8月俺2本しかない、はい、それでもやるんだなと思って。ああ、やるんだ、うん、北九州、うん、9月、あ、違うか、8月、そうだね、8月、うん、いや、8月は山口県と、長崎、ほうほうほう、で9月、あ、違う、鹿児島だ、鹿児島ね、で9月が頭に、長崎と北九州、北九州決まったから来れたら来ない、9月の4、ね、日曜日かな。ああ、まあまあ。絶対来ないと思う。まあ、あ、いや、行くかもしれないね。行くかもしれない。8月はね、ちょっとお忙しくて、ね。逆にな。そう。うん、8月の子供が、ね、夏休み。で、9月の、うん、9月の20日とかその辺りに、また東京でライブするときに、うん。あ、そうなんだ。東京3本決まった。へぇ、じゃあ、一回離れるんだ、こっちを。そう、悲しいか。あと、思うね。そんなにいるんだ。九州に。いや、そんなにいないって。その前からもう。まあまあ、移動しながら、あれしながらでしょうけど。これもまあ、今言えないから、後で言うけど、うん、ちょっともしかしたらっていうのがあって、うん、ちょっと相談事が、相談事って、そんなに相談事が怖いよね、今のね。でも、俺が言う相談事も別に大した、まあ、何もないし、お前に金貸してくれとか言わない。うん、ないけどね。大してないけど。そう、だから今ね、もうそうは言ってもね、どうしようかな、こうしようかな、もう3、4個あるんだけどね、うん、どれも腰が重い。何をするのも、腰が重い、ね、うん、まあでも始めてみりゃね、いいんでしょうけど、うん、始めるまでが、ね、で、ほら、理由は1個しかないの、うん、暑いから、うん、それはでも本当にわかる、うん、暑くて何にもできないんだから、本当、うん、そう、死んじゃうよ、だからもう涼しくなるの待つしかないよね、うん、仕方ない。だから俺もう本当来年は思ってもね、まあ活動がどうか分かんないけど、うん、もし家ないんならね、うん、家なかなあってもだけど、うん、マジで来年はこれ北海道いいよと思うね、あ、こうなったらね、この方がいいんじゃない、7月8月でだってほら、俺がお前に会う生活も夏は大体北の方にいたじゃん。そう。この時期こっちに。いや、俺びっくりした。だから本当に2年ぶりぐらい の、うん、あの本土だから。はいはいはい。こんななんだ、うん。めっちゃ嫌じゃん。ダメよ。え、これだから今年も暑いんだろうけど、去年もなんでしょ。うん、もう。こんな感じなの。こんな感じ。嫌だよ、もう。だから家から出れないんだから。とか本当にあれなのね、体の危険とか言うもんね。そうそうそう。危険感じるもんね。びっくりするよね。プールが危ないんだって。あ、熱中症で。そう。あ、水が要はぬるま湯だから、はいはい、なんかプール入ったら涼しもうと思ったら関係ないんだよね。はいはい、危ないよ。家の中がいいんだよ。何これ。そんなことない
でしょ、家の中で。そうね、うん、そうなんだよな、ね、まあどうするんだろう、ね、まあでも、うん、ちょっと1、2週間何もしなかったから、はいはい、こっから自分で言っといてこんな嘘くさい話だけど、うん、こっからなんか動こうかなと思ってふわっとしてるね、嘘くさい話だけどでも暑いからね、なんだかね、しなきゃあれだからね、うんうん、ご飯も食べに行かなきゃ、そうね、この辺だってもう行き尽くしてるでしょ多分。だけどね、やっぱさ、うん、この一瞬一瞬俺何もしなかったわけじゃないのはさ、うん、やっぱ Google でさ、うん、ここ行くマップをいっぱい作ったから30カ所ぐらい仕事じゃないけど九州だけで30カ所よ。でもその情報ちょっと気になる、だから共有したぐらいの、あとお前の中で知ってるやつもあるかもしれないじゃん、うん、あ、そうね、うん、気になるわ、これはいい、お、へぇーって、結構ある、なんでかってさ、ずっと見てるから何もしてない人と一緒なの何もしてないね、聞くと本当だよ。あそこでも鳥取すごかったね、やっぱりあれな、あー、すごいわ、あんな汚い、醤油だらけですあれはでもちょっといいよね、2時間待たなきゃいけない、そこでも、いいよね、あれ、な室内だから、うん、室内待ちやすいよね、うん、あれが辛かったよ、ほら飯塚の、そうか、動画にはできてないけど、ああ飯塚のラーメン、サムゾラのな、サムゾラ、あのさ、飯塚って言っちゃったらもう分かっちゃうからあれだけどさ、分かっちゃうね、別にさ、うん、そんな、そこまでじゃなかったじゃん、気持ち的にまあそうね、例えばあそこの歴史とか知ってたり、うんうん、その、本当にあの味が好きとかいう人はもう、いいのかもしれないね、カリスマに会えたとかなんだけど、うん、別に違うもんな、そうね、だから俺らが悪いんだよ、この薄い感じであんな待って、そうだね、ただダメなの、あのラーメン詳しくないしね、うん、そう、勉強不足だから、うん、だから食ったと、うん、まあ、まあ、2時間で寒空、うん、ラーメン屋で3時間かね、3時間、うん、こっちを夜中の1時ぐらいに出て食べれたのが4時とかでしょ、5時とか、うんまあ、いいけど何好きなんですかって言ったら、うどんが好きですお前そういうとこあるよね、本当にお前は本当にそういうとこあるよ、でも、うどんが好きなんだもんね、はいって言う、でも、はいって言ったらややこしいもん、はいって言ったら巻き込まれる系じゃん、なんかほら、掘ってくるじゃん、知らんけど好きですか、知らんけど、お前は、いや、お前はこの話を掘るんだと思ってやめればいいのお前は嫌って言ってんじゃん知らんけど、俺はそんなに言わない、もうこの辺でいいんじゃねえかで止めてたのに、私は悪くないんだよ、いや、知らん、知らん、もう言わなきゃいいのに、そうだね、うん、だからお前は何、こっからどうしてるの、この、いや、だから私は、今8月15とか、そのぐらいのやつかな、そう、で私は面白いです面白いです、いや、まあ、見えてる見えるかな、そう、見えてないけどね私はだから9月からそのカレー屋さんにする店舗改装が始まって、あ、そうなの、そうそうそう、まあ、順調に行けば来年の1月オープン、あ、そんなかかるんだよ、そう、北九州大変だな、うん、だから、まあ、でもその辺で誰かやってるわけじゃないから別に固定費はそんなかかんない、かかんない、かかんない、あれ買い取ったの、買い取った、あなんでそんな言い方なの無事契約終わってお金も払いました、知らんけどそのお前のその中のキリはその一世一代そうかそうか一代、うんうん、でまあほらその3つ買い取ったの、うん、で、アパート、お店、地下のやつね、一緒に行った、アパートだけ見てないの、アパートはほら、車止めたじゃん、うん、の下側、あそこ全棟買ったの、全、じゃああのおじいさんに立ち退かすんだ、出てけって、いやいやいやもう住んでるおじいさんが、うん、だからあれだよ、お前は地上げ屋ですか、お宅はっつってピカピカ照らしてね一晩中ピカピカ照らして、いやいやいや、ちゃんとそのままね一旦出て行ってもらうけどね、あら、
あれでもなんかよくそのバリアフリー系、そう救世主なんだよ。そうよ、優しいのよ。で、あの隣にその地下の建物があって、あそこでライブでもしてもらったらね、うん、凍えないよね。怖い話じゃん。確かに。あ、一緒に北九州とか行ったらルームツアーしたらいいな。だ、まあでも多分棒ちゃんと防音張って、貼ればね。うん。防音貼るのは簡単だからね。ね。で別に、うん。あれでね。そう。あそこでそうライブをしてもらえれば。じゃあだけどさ、うん、前も言ったけど、あそこ人が来るような場所じゃないんだよ。駐車場もねえしよ。来る場所じゃないね。だからお前が送り迎えしないと。駅集合。駅がすごいね。まあね。うん。まあただなんかスタジオとして使うのもあるかな。あ、まあね。本当使い方決まってないから。じゃあもろい。この髪型のやつがこの食い方だよ。めっちゃ、これ撮ってる時さ、周りから見られないの？いや、もう そんな感覚でもなかったもんね。余裕なさすぎて。あ、そうなのね。この時は、うん、今ほら飯食い動画撮ってんじゃん。その時は、僕はまだ結構気にすんのよ。うん、あんまり人が見てるような角度嫌だな。はいはい、外国っていうのもあるんですよ。そうね。うん。あ、そうかもね。あともう本当は疲れててっていうのがあって、ね。ヘトヘトになりながら。じゃ、だって分かりやすく言ったら、まあ、湿度は別だけど、この今の感じで走ってるからね。はいはいはい。死んじゃうよ。そうね。死んじゃうとか。死んじゃうね。うん、ここ、肌だし。距離的にどのくらい走ったのかな。一応、うん、その、スタートから、ラスベガスまでは、はい、東京青森間ぐらいなの。おお、まあ、結局途中であれしちゃったけど。はい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 。だからどうなんだろうね。福岡とか広島とかぐらいはって思うよ、想像が。福岡とかもいいよ、この感じやな。次の街へ車に乗って、ああ車に乗って次の街へ。